伊藤哲夫は、日本の政治活動家。日本政策研究センター代表。日本会議常任理事。日本理当期ともの会場無理事。元政庁の家中央教育宣伝部長。新潟県上越市生まれ。新潟大学人文学部卒業。政庁の家の、日田休派の一員だったが、教団が、政治活動から手を引いたため自身も、教団を抜け。 1984年、日本政策研究センターを設立。日本会議常任理事を務める。1996年には、選択的夫婦別姓制度導入に反対する、夫婦別姓に反対し家族の絆を守る、国民委員会の呼びかけ人を務めている。日本政策研究センターは、成長の家が政治活動をやめて、以降に、 成長の家を離れて伊藤が設立した組織である。伊藤は、この設立した、日本政策研究センターの設立当時の目標について、国家の精神的基礎ということに焦点を当てた、研究を行い、そこから、政策提言を、というのがその頃の我々が描いた、当面の目標としている。次から次へと、モグラタタキのように正規する。 左翼勢力の仕掛けに、受動的、後追い的に振り回されるのではなく、むしろこちらから構成的に戦いを仕掛けるべき時に来ているのではないかという認識から、保守革命を目指し、特に、歴史認識、従軍慰安婦、選択的夫婦別姓反対、ハンジェンダーフリーを重要な論点であるとしている。同センターは、憲法改正を主張し、その憲法改正のポイントとして、 以下の3点を挙げている。文芸春秋コラム、赤坂太郎で、日本政策研究センターを、安倍晋三の有力なブレーンとなっている右派の、シンクタンクとしている。AB、読売年間2016年版、P299ABCDE 代表者の、プロフィールハット AB、日本会議研究憲法変化家族、尊重上文明記を主張。朝日新聞。 ピ長官14番3面。AB、安倍政権を完全支配する、日本会議の招待、フライデー、2014年8月22.29日号、菅野官2016。ピアニッシモ、198-200、日本会議、夫婦別姓に反対、縦の流れから遮断、朝日新聞、2016年6月19日。AB、 明日への選択平成16年5月号 AB、安倍晋三の、星革命路線に託された4つのテーマ、シリーズ、草の根保守の春道第16回、ハーバービジネスオンライン、2015年10月3日、安倍政権と筆頭ブレーンが目指す、憲法改正。そして明言された、明治憲法復元、草の根保守の春道第17回、ハーバービジネスオンライン。 2015年10月17日、安倍政権の命運を握る、新、4人組、文芸春秋、2013年1月10日。ご協力者ご報名、教育再生、日本教育再生機構、2015年9月号、AB 竹内洋一、山川武氏。安倍氏ブレーンどんな人安国、拉致、教育問題。東京新聞日本政策研究センターとは、 設立と、遠隔日本政策研究センター、日本会議研究家族返上、親学に事務、憲法官。朝日新聞。藤井明。日本会議をたどってに民族派で、自治会を握る。朝日新聞、理想世界昭和51年11月号。 教育直後の真実 ISBN48 億8474万9391こんなに出ている。知られざるとんでも、教育直後本の世界、文春オンライン、2017年5月3日、憲法は、隠して作られた、成長の家本部政治局、明るい日本を作る、シリーズ館公開、1980年11月。ありがとうございます。